本日のゲームは同じスタジアムで行われます。この時間は千葉対町田、こちらの一戦を楽しみに解説は元日本代表ミッドフィルダー北澤剛さんです。北澤さん、どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。千葉、この試合は5年の2分失速で勝ち上がるという失速でしたね。横一列フラットに、まあ、ブロックをつけることによってサイドからの攻撃がやりやすくなりましたね。まあ、これに対して同じ 4-4 でも中央に大ワードができる 4-3-1-2 のシステムがありますね。あまりがポイントになってくるんですね。まあ、この 4-4 のサイドバックは攻撃参加の機会が非常に多いですからね。まあ、スピードが何よりも戦闘力が求められるポジションですよね。おそらく信頼でも参考部分が一番多いんじゃないでしょうかね。まずファーストハーフ見ていきましょう。千葉対町田、エキシビションマッチを終わってしまいます。立ち上がりですと固めていかないと自分たちのプレーがしにくくなりますからね。相手よりも先手を取るためにゲームの入り方に集中することがまず重要になってますよね。なるほど。ゲームの立ち上がりまずは見ていきましょう。中央へデリア、スペースを狙う、いいボール入りますよ。ゲリア、スルーパスを出す。ファーサイド。クロタイ、シュート。千葉、これが回ります。リハンジェ。さあ、もう30分になろうとしています。エリア右側から上がっていくか、上げてくる、これは上回り勝ちだ。これを出すルーズになる。ナオスペースを狙う。ここは間合いを取る。熊谷、サイドを使います。中央へ。先制ゴールが決まりました。千葉、精神的なゆとりを持つことで視野がガーッと広がってきますから、結果的に攻めのリズムというものが良くなってきますよね。中盤で速いドリブル、中島、ここは通しません。本当に数センチ、重要ですよね、当てる範囲はね。しかし、ゴールがっちり固められると、一
見ここで積むのは難しそうなんですよ、北澤さん。こういった場合、どういう攻め方が効果的なのか。アドバルツだ。最後ね、うまく使った攻撃なんですけども、ボールの出どころ、そして決定的なシーンを作り出すのゴール前のマップ、そこは失点と時間帯だけを見れば先ほどの守るのが難しいところですよね。まあ個人的にはあと3点取りに行くぞという気持ちでね、攻めていってほしいですよね。さあ右へ預けて中上げる、ここは繋がりますね。どうしたんですか。チャン危ないところでしたが、なんとか切り抜けます。千葉高いディフェンス、今の形すごく良かったですよね。これを繰り返せばいいと思いますね。どうだ、スーパー、これさ、スーパーになりました。美しく発想するフラットスタッフティー、今の一緒にいて良かったってなってますね。これでいいですね。監督の采配、見事的中の感じでしょうか。こういう興奮のようなものです。いや、この采配は大きいですよね。監督の期待がしっかり応えてきましたね。ゴールまではまだ距離があること。いやー素晴らしい。あと1点のところまで詰めてきました。直接叩き込んできました。いやー入っちゃいましたね。安田、山下、スーパーソーダス、どうだクロス、これ1点取ってからもう試合は決まったようなもんなんですよ。そうですね、タイムアップまでもう間もなくです。今日はこのまま勝ちを奪いたいところですね。熊谷、アディショナルタイムに入りました。これ出るか、中は枚数います。ありがとうございました。千葉攻防戦を制し2対1で試合を終えています。